ルイスイグナシオ・アヤラ・エルナンデスは、メキシコ合衆国、シナロア州、ロスモチス出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。メキシコ下記、リーグ、リーガメヒカーナでベースボールのサルティーサラペメーカーズで、プレーしていた。1999年10月14日に、コロラド・ロッキーズと契約。2001年5月15日にメキシカンリーグの、サルティーへ復帰した。 2002年8月13日にモントリオールエクスポズと契約。オフの10月15日に FA となり、10月23日にアリゾナダイヤモンドバックスと契約したが、12月に行われたルール5ドラフトでフルス・エクスポズから指名され復帰。2003年3月31日のタイブレーブス戦でメジャーデビューする。1年目から65試合に登板。 19ホールド、防御率2.92位の高成績を残し、エクスポズのリリーフ陣を支えた。MLB 公式ページでは、エクスポズにおいて最も頼りになる重要な選手の一人、と表記されている。この年から2005年までの3シーズンで214試合232.1投球回に登板し62ホールド、防御率2.75を記録する。 2006年の MLB シーズン開幕前に開催されたワールドベースボールクラシックではメキシコ代表として3試合に登板。しかし、ここで右肘を故障し、3月30日に手術を受けたため MLB のシーズンは棒に振った。リハビリを経て2007年6月22日のインディアンス戦で復帰し、44試合に登板している。 2008年は8月16日まで62試合に登板したが防御率5.77と不審であった。2008年8月17日にトレードでニューヨークメッツへ移籍。トレード理由について、あやら本人は私生活で離婚などの問題を抱えたので気分転換に自分で要求したと説明しているが、リリーフ陣が手薄なチームにおいて抑え投手の役割が 自分に回ってこなかったことに不満を持ったため、とも見られている。10月31日に FA となった。2009年2月18日にミネソタツインズと1年契約を結んだ。7月2日に自由契約となり、7月3日にフロリダ・マーリンズとマイナー契約し、7月12日にメジャー契約を結び昇格した。9月1日にリーフとなり40人枠から外れ。 9月5日に FA となった。2009年12月16日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、翌年のスプリングトレーニングに招待選手として参加した。2010年5月17日に自由契約となった。2010年5月20日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだが、7月15日に自由契約となった。 2010年8月27日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。AAA 級コロラドスプリングススカイソックスに配属されたがメジャー昇格はなく11月6日に FA となった。ニューヨークヤンキース時代2011年2月9日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。3月30日に2年ぶりにメジャーに復帰し52試合に登板して 防御率2.09と活躍した。10月31日に FA となった。2012年2月10日、ボルチモアオリオールズと1年契約を結んだ。2013年4月10日にクリス・ジョーンズとのトレードでアトランタブレーブスへ移籍。10月31日に FA となった。2014年2月7日にフルスナショナルズとマイナー契約を結んだが、3月19日に 自由契約となった。その後、オリオールズとマイナー契約を結んで、トリプル A 級ノーフォークタイズで11試合に、登板したが、1勝2敗1セーブ、防御率5.40と結果を残せず、AA 級、ボーイベーソックスへ降格。AA 級ボーイでは5試合に登板したが、7月4日に自由契約となった。対談後は、メキシカンリーグのタバスコキャトルメンに加入し、8試合に、 当番、0勝0敗4西部防御率1.80だった。2015年もタバスコキャトルメンでプレーし、2016年6月29日に、メキシコ式レッドデビルズに、レンタル移籍し、9月19日に復帰した。2017年2月27日に再び、レッドデビルズに、レンタル移籍をした後、4月13日に故障者リストに、入り、17日に、 FA となった。6月4日にサルティオサラペメーカーズと契約を結んだ。2018年2月18日に放出された。3月22日にレオンブラボーズと契約を結んだが、4月20日に放出された。ありがとうございます。